皆さん、おはようございます。マーティンダーのミヤクルボーイ、キングテクです。渋谷のワクチン、確かに、こう、候補、候補というか、もう、殺到しましたけど、山形だったらどうするか。まあ、山形、ワクチンじゃ追いつかないじゃ困るんですよ、坂田市特に。私、候補言います。鶴岡、若者向けに、基礎疾患よりも、まず若者候補の場所を言います。鶴岡だったら、商人タクトがいいと思います。商人タクト広くていいですね。はい。商人タクト、内町響きホール。 あとはまあ、スオはまあ、そうですね。スオだったですよ、他に。あとは、スオカ駅じゃちょっと狭いのでまあ。S モール内もいいと思う S モール内。あとはまあ、S モール内向けでもいいと思いますし。あとワクチンバスもあればいいですね、導入。あとはまあ、 そうですね。水田テラスも候補いいと思います。水田テラス。あと、酒田はまあ、清水屋の跡地でもいいと思います。跡地。あとはまあ、酒田ですと、そうですね。はい。体育館とかも使えますしね。はい。あとはプレステージインターナショナルとかも、食いちき接種となるか。はい。 まあ、あとは、三河もいつ候補ありません、ね、いくつかね。でも、わからないです。湯沢町だったらね、児童館でもいつ帰ると思います。特別に、はい。新庄はまあ、こらって新庄かな。大体は、はい。あとは山形市はもうビッグウィングはいたが、あとはまあ、記念館じゃなくて、えー そうですね最上町はまあ山形市はまあ天童市はまあ芋店いいと思います芋店あとはまあそうですね役所各役所でもいいしまあボーリング場もいいと思いますあとボーリング場でもはいあとはまあ内容誌のえー、いやそうですね米沢も候補いっぱいあるけどちょっといっぱいありすぎてちょっと言葉が出ませんはい というわけで、山形大規模、若者向けの大規模候補でした。バイバイ。